こんにちは。今日は涼しくなっております。トスコアサの長襦袢にぶどうの手ぬぐい半襟と、はい、カラフルなね糸が入っております。刺し子の演習木綿です。演習木綿、浜松木綿、まあいろんな言い方ありますけど、要するにあの静岡県地方の木綿の生地でございます。この子はすごく 薄い演習木綿なんですよ。で、まあ、差し子されてるんで柔らかい生地になっております。こういう季節の頃にちょうどいいですね。あの春に初めて着た着物なんですけど、今年作ったね着物なんで、ちょうど春に東屋さんで作ったんですけどね、パステルで可愛いなと思って、で秋もパステルだけどどうかなみたいな感じですけど、まあ多分全然問題ないと思うんですけどね。やっぱあの秋に入り口は長襦袢を夏のままで上からちょっとずつ夏物を減らしていくみたいな感じが一番無難なのかなって思いますね。毎年だいたいそんな流れですね。寒くなる頃はね、結構残暑がムシムシするんでね。昨日 YouTube のコメントでちょうどあの問い合わせがあったので、あの質問があったので、その YouTube だけご覧の方はあんまり伝わってないんだなと改めて考えさせられましたね。あの着物はこういう時期の着物、その演習木綿とか夏の着物とかね、綿朝の、浴衣地の着物ですとか言っとったりとか、あと新之助丈夫ですっていうのも綿朝なんやけど、そういう着物は全部洗濯機でネットに入れて丸洗いしているんですよ。でなんでいっぱい汗かいても全然気にならないんです。で本当に夏場はこれはちょっと着物屋さんはそれは洗いすぎだよって言うかもしれないけど、私はもう長襦袢はもちろん毎日洗うんですけどね、洗濯機に入れて。私にとってはただの下着というか、一番下に着るインナーシャツみたいな感覚なんで、それは年中変わらないんですけど、この着物に関しては本当にちょっとでもあの帯を取った時にあの汗が感じたら、一回着たらもうすぐ洗っちゃうんですよ。実はそんなに洗っちゃダメって呉服屋さんに多分言われると思うんですけど、洗っちゃいます、はい、なんで普通の洋服と同じ感覚ですね。もちろん証券の着物も持ってるんですけど、本当一部の冬用のあの合わせの紡ぎぐらいですね。あとは本当に趣味で着るアンティークの着物ですよね。うん、はい、今日はブドウからちょっとブドウっぽい色のね、この渋めのペラ帯ちゃんを持ってきて、帯締めは、はい、こちらのね、ちょっと深めの黄色にしました。このね、ちょっと色飛びしてごめんなさい。糸が黄色使ってるんですよ。なんで黄色とかも合わせやすいと。この着物はグリーンに見えるんですけど、ちょっと薄い紫の糸と黄色の糸とピンクの糸と水色の糸で刺し子されてて、それで縦縞なのか
格子なのかみたいな、横縞なのかみたいな、そんな柄になってる。かわいいよね。そして、あの、私はパン屋ですけど、もうここ最近は本当に現場に出てないという状態です。実際のところ、ですね、社員の子たちが育ちましてですね、あんまり、あの、今はスケジュールも社員の子たちに組んでもらってて、で、私がいいんじゃないかなって確認するぐらいで、そうですね、本当にあんまり現場には必要とされなくなりましてですね、私が入るとパートさんの希望の金額までいかないとかね、そういう理由です。はい、で、まあ、それはそれでいいんですよ。あの、現場に全部入っちゃうと、もう、あの、ちょっと大所帯になってるので、内勤のし、あの、事務仕事の方が貯めることができなくなりまして、昔は本当に小さいお店だったんで、あの、あれですよ、本当に家業からスタートしてるんで、その時はもうひたすらパン作って、もちろん着物じゃなくてね、ひたすらパン作って焼いてて、その時はもう本当にね、作り続けてヘトヘトで、1年間何もそういうことしてなくて、もうヒーヒーになりながらまとめたりしてたけど、それでも人数も少なかったしできたんですけど、今そんなことしたら、みんなのね、お給料の賃上げする時とかにちゃんとした数字が出せないので、みんなにかえって迷惑をかかるので、そういうことをためないように、ちゃんとそっち側を意識して仕事をしている状態ですね。で、人が足りなかったり、あの、学生さんもいるんで、急にね、テスト入ったとか、看護師さんのね、学校行ってる子が一人おって、模試なんかな、なんかな、わかんないんだけど、なんかテスト急に入って出れんくなって、代わりに出てくださいとか、そういう時に、じゃあ、あの、シャキって出るかなみたいな感じで仕事してます。現場は楽しいですけどね、みんなと仕事するのも大好きなんですけど、それぞれ役割がありますからね。私がずっと現場にいて何でもかんでも仕切ってたら、みんなのお給料を上げる口実がどんどんなくなっちゃうからね。何でも任せれるところは任せて、なるべくお給料を上げたいなと思ってるんですよ。そう、だってね、理由がないとね、周りの一人の社員じゃないから、何人も社員いるんでね、やっぱり理由がないと給料とかボーナスは上げれないんで、うん、そういうふうに自分たちで仕事見つけてやる子はお給料とかね、ボーナスが上がっていくよっていうふうにして、あの、自発性を優先しております。あの、これをやりなさい、あれをやりなさいっていうのは、まあ、最初の初期段階で作業は教えるんですけど、ここからはもう自分で仕事は作っていって、自分で自分の立ち位置を見つける方が楽しいと思うんですよね、仕事は。で、そんな風にうちの会社ではそういう風にしております。はい、なので、我に昨日みたいにバービーちゃんってやってて、あれ、あの後美容院行ってただけなんですよ。そんで、その後、まあ、銀行行ってもちゃもちゃやってたんですけど、まあそんな感じですよ。はい。うん、まあ、みんなのおかげでこうやって毎日動画撮れてるかなって思ってます。うん、そうですね、これあんまり出勤前に毎日っていうと、ちょっと本当にこれ、こういう風に撮れないんですよね。この後
あのインスタの文章書いたりとかもしたりするのもあるし、やっぱり朝から仕事が入ってる日っていうのは、前の晩にちょっとあの文章はいろいろ考えてっていう風にコーディネートも考えてってやらないとちょっとできない感じなんです。なんであのいつもふわーっとやってるのは本当になんか少し時間に余裕があって、まあやる仕事はあっても自分の時間でできるので、うん、そんな感じですね。そうですね、それが完全に本当にそうなったなと思ったのは本当3ヶ月ほど前かな。うん、結構それまではちょくちょくして行ってたんですけどね。うん、で去年はまあこの動画見てくださってる人はみんなご存知だと思うんですけど、あの YouTube に最初長襦袢から着物までやったかな、コンテンツを上げて、なんか何個かコンテンツ上げて20代子までやって、そこからプツッと音信不通になって、11月の末ぐらいから今日の着物って毎日やりだしてるんですけど、その間っていうのはあのパン屋じゃなくて惣菜屋をオープンさせてたんですよね。で人が足りなくてそこを閉めざるを得なくなったんですけど、そっち側で実務でずっと入っていて、もう本当にまたなんか店をオープンした時と同じ朝から晩まで 寝ないで仕事みたいな状態が半年ほどあったんですね。うん、オープン痩せだなみたいなオープンダイエットみたいな感じですごい痩せたんですけど、またその時もで結局人手が足りなくて、パン屋にはやっぱパン屋しかできないんじゃないかって言って主人と話もして、そこの店をまあすごく悔しい思いをしながら閉めなきゃいけなくなりまして、それが9月の8月末で閉めたんですけど、そのお店はね、去年ので、やっぱり結構思い入れがあっていろんな人の思いを叶えたくてやった店だったんで、不甲斐ない自分が悔しくて一時ねぼーっとしてたんですよ、家で何も手につかずに。でまあ息子ももう県外で学校行ってたんで、主人と2人、まあ、猫3匹みたいな暮らして、急に仕事がそういう実務のあの実際動く仕事がなくなって、あんまり本当に朦朧としてた時期があってそれで主人が毎日着物着てるなら、あの毎日今日の着物っていう動画をとりあえず上げたらどうって言ってくれて、11月ぐらいに、で私もだいぶ気持ちが切り替わって、でまああの着物を着る人を増やしたいんじゃなかったの昔からっていう一言で、あそうだった、自分はそういう欲があったんだっていうことを思い出して、もともとパン屋をすごくしたくてパン屋をしたわけじゃなかったんですよ。私は主人の夢が自分の夢になって、主人の目標が私の目標になって、自然と一緒な道を歩いてたんですけど、自分の欲としては着物を普段でみんな気軽に着る人が増えたらいいなって、ただ素直にもう本当にただそれだけ漠然といつも思ってて、こんなに楽に着れるのになんであの出会う人に言っても伝わらないんだろうっていうもどかしさがずっとあって、それは口頭で言うんじゃなくて、やっぱり動画で今の時代だから発信したら誰か見てくれて共感してくれる人がもっといるんじゃないっていうふうに主人も言ってくれて、それでこの動画を始めたんですよね。まあもうすぐ1年になるんですけどね、そこの毎日やりだしてからは11月で丸1年になるんですけど、それでいろんな出会いがあって今に至っている形です。それで
この動画をやり始めるにあたって最低1年でも、毎日の着物だから式のコーディネートとか式の着回し方を伝えないと意味がないなってずっと思ってたんで、1年間はみんなに時間をくださいっていうふうにお願いして始めたんです。実際のところその協力してくださいっていうので、なるべく現場には出ない形で着物のことをちょっとやらせていただきたいという形で、で広告費はみんなの給料に反映するからお願いっていう形でスタートしてるんですよ。でまあみんなの給料も上がったしよかったなと思ったんですけどまあそれは別にあれなんですけど、でもそれでそのおかげでみんながその育ったっていうのもすごくありがたかったなと思って、現場にずっとこだわってたら社員の子たちはこんな風に育たなかったんだろうなと思って、だからこの動画を始めて得るものはすごく多いなと、多かったなって本当に実感しておりますありがとうございます。で、結構そうですね、伝えてるかなと思ったけど、あ、そっか、やっぱり着物洗えないと思って見られてる方もいらっしゃったんだなとか、それはコメントしていただかないと分かんないんで、していただいてよかったなと思いますね。これも洗えますよ、洗濯機で。もちろんネット入れてくださいね私ね、石川県なんで綿の着物があんまりない町です。着物生活をしてたんで、ウールの着物でほとんどやってたんですよね。サマーウールだったり、まあちょっと浴衣を着物風に着るっていうので、本当の暑い夏場しのいだりもしてたんですけど、あとはほとんど基本ウールなんですよ。でウールは当たり外れはすごくあるんですけど、中古のウールなんでね、どういう素材どういう織りかっていうのは洗ってみないと分かんなくて、実際洗ってすごい縮んで着れなくなったやつとかもあるんですけど、大体はまあアクロン入れたら洗えるなみたいな1回目は気をつけてね、1枚だけでちゃんとネットに入れて、脱水も本当に短くして洗って縮んでないかな、どんな感じかなって確認するんですけどね、大体もうサマーウールいつも着てるやつとかはもう何年も着てるんで、普通のまあでっかいネットに綺麗に畳んで入れるんですけど、普通の洗濯と同じ脱水も6分かけますし、まあそれでもウールは全然シワにならないんですよ、そんなに。で綿朝着物ですね、夏に登場しております。あとこういう円周木綿、木綿の着物ですね、こちらは洗えるんですけど脱水にすごく弱いんですよね。弱いっていうのは変なシワがすごい残って取れなくなっちゃうので、こういう着物を着るようになって、一緒に洗濯機でネットに入れて他のものと一緒に洗うんやけど、脱水を最初1分でセットしとって、で麻の長襦袢とか綿麻の着物とか木綿の着物とかは脱水1分で出してしまって、で他の洗濯物はそのままあと追加で脱水をかけるみたいな形でやっております。でよく登場してます、今日も着てます、このトスコ麻ですね。トスコ麻は麻と化繊が入ってる長襦袢なんですけど、すごく涼しいわけではないんですけど、まあまあ涼しくて、やたら洗濯に強いんですよ。引けてこないんですよね。なんでこの子とかは普通に脱水6分かけてもシワにもならんし、ものすごい手入れが適当で済むみたいな長襦袢なんですよね。で涼しいけど朝の長襦袢だとそんなに脱水かけたらくっちゃくちゃになっちゃうしとか、いろいろありますね、天然素材でも癖が。でも全部洗ってます。洗えないのは本当に証券の
冬場着てる着物ぐらいですね。私の場合は、合わせか胴抜きかになるんですけど、正絹の着物になると、どちらもシーズンオフに専門店に洗濯に出すという形で、ただ冬の場合は結構長襦袢の中にも何個も着るんですよね。寒い時は中にワンピース着てる時もあるんで、なんで男性のスーツのジャケットみたいな感じで着ております、感覚的にね、うん、でまあそんな感じでやっておりますよ、はい一応ね文章だけやとあれなんでちょっと長めですが説明させていただきました。で久しぶりに遠心木綿着てちょっとハッピーですはい、はい、今日はブドウの手ぬぐい半襟に遠心木綿ですね。これ東屋さんで入荷したんだって、この色。この間テスト放送でやってたよね。のピンクもあったよ。かわいいよね、どっちも。そしてブドウ柄のブドウ色のペラペラのペラ帯。帯は洗えませんよ、基本的に。ベルト洗わないのと一緒です。帯締めも洗えません、私は。ベルト洗うのと一緒です。同じこと言ってる。帯締めは、黄色で、ここのね、黄色の糸がここにあるんですけどね。この糸と合わせて、ちょっとやっぱ果実、幹の色、茶色、黄色ってこうね、連想させる色合いですね。そして、足袋が、はい、クマさんの足袋です。これもちょっと水色と黄色が入ってるので、ポップな感じにしました。なんかさ、マスカットみたいに見える。はい、どうでもいいけど。はい、ちょっとマスカットっぽいよね。あー、って感じです。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、過ごしたいと思います。はい、それでは皆様、良い一日をお過ごしください。停電少し直してよかったね。うん。良い一日を。